情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、ということで、今日も始まりましたが、前回予告したですね、ロバート清崎シリーズパート2でですね、ロバート清崎の金持ち父さん貧乏父さんシリーズってすげえいっぱいあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ私ね1と2以外読まなくていいんじゃないかって言ってるんですよ。で、1がねもうそのものづまり金持ち父さん貧乏父さんね、今なんか増補版出てるらしいんですけどね。でね、2がね金持ち父さんのキャッシュフロークワドラントってなんですよ。これもね、まあ、できれば読んだ方がいいです。で、読むのめんどくさい人はね、もう今日私が全部喋っちゃいますんでまあそれで、本当にそれで分かればそれでいいかなと。まあでも一応まあ読んだ方がいいかな。まあまあいいや、はい。でね、キャッシュフロークワドラントっていうのは何かというとね、まあこうです、はい。人間には4種類しかいません、ね、この4象限ね。これスペシウム光線じゃないですよ、まあ、スペシウム光線はこうですけどね、まあこうです、はい。工藤静香じゃないですよ、ね、こうです、はい。これ4象限しかないと、人間にはね。で、こっちから順に行きましょうか。あ、こっちから順に行った方がいいかな。こっからですね。こういう感じで行った方がいいかな。人間には4種類しかなくて。で、アルファベットで言うと、E、S、B、I なんですよ。E、S、B、I。stands for E がエンプロイ。ね。エンプロイ、つまり従業員ってことです。はい。で、S がね、セルフエンプロイド。これ自営業ね。それから B がビジネスオーナー。経営者ですね。企業家経営者。で、I がインベスター。インベスターですね、正確に言うとね、インベスター投資家ということです。で、それぞれのビジネスモデルは何かというと、 E 従業員というのはお給料をもらって働いてる人です。だから勤務時間があって、働く場所があって、通勤しなきゃいけなくてみたいなね、まあこういう人がまあ一般的だと思うんです。これが E のビジネスモデルですよね。お給料をもらって働く。で、 S というのはですね、セルフエンプロイ、つまり自営業なので、E の人よりはですね、結構お給料高い人が多いです。あの、典型的なのはね、弁護士、医者、歯医者、ね、まあ、会計士とかね、時給高いでしょ、こういう人たち、ね、これが、まあ、セルフエンプロイです。ただね、これね、一個ちょっと問題があって、あくまでも高いのは時給なんですよ。だから時給5万円の弁護士でも稼働時間ゼロだと0円なのね、お給料ゼロなの。これがポイントです。時給は高いんだけれども、自分が働かないとお金もらえないんです、その高い時給はね。で、ちなみに E の人っていうのはお給料は S よりも安いけど、さらに自分働かないとダメなんですよ。結構きついですよね、はい。ただね、 E には1個メリットがあります。メリットがあります。それはあの、前回もちょろっと言いましたが、お給料をもらいながらね、お仕事の勉強ができるわけですよね。その旧態依然たる業界かもしれない、自分がいるとこね、こういう風に変えたらうまくいくのにな、ああいう風に変えたらうまくいくのになみたいなこといろいろ考えながらね、しかもお給料もらえるんです。で、ちょっとその E の中で出世するとね、偉くなってこういう風に変えたらいいんじゃないかなってことを、人の金で、しかも人のリスクでやってみることもできるんですよね。で、さらに言うと、失敗しても E の人って自分で責任取らなくていいんですよ。会社が責任取るんで。すげえ美味しいですよね、そう考えればね。時給で見ると安いし、働く時間ね、働かないとお給料もらえないけど、でもいろんな実験をして、で、最悪失敗しても自分で責任取らなくてよい。ね。もちろん会社の利益を伸ばそうと思って提案してくださいよ。でも失敗したらそれを採用した会社のリスクですから、皆さんの給料は多分減りません。はい。多少左遷されたりとかあるかもしれませんけど、クビにはなんないですよね、日本の場合ね。で、そういう意味で、ね、E って結構メリットあるんですよ。はい。で、S っていうのは、時給高いけれども、働かなきゃダメだし、もししくったら、例えば医者なんかで医療ミスなんて起こしたら、もうこれ、一生立ち直れないぐらいのダメージを負いますよ。はい。これやっぱね、うまくできてるんですよね、なんかね、トレードオフなんですよ。はい。じゃあ、B っていうのは何か。ビジネスオーナーね。S が自分で、ね、時給は高いけど自分で働かないとお金もらえなかったのに対し、B というのはですね、これね、私一番わかりやすい感じですよね。仕組みで儲ける人なんです。仕組みを作って、その仕組みを回すことによって儲ける人。なので、最悪自分は働かなくてもいいんです。仕組みが動いてれば。いいでしょ？ビジネスオーナーになるといいよね。でもですよ、さっきのリスクを考えてください。この仕組みの中で、一人変な奴がいて、もうこいつがもう言うこと聞かないで、大損害与える可能性あるんですよ。ね。例えばお客さんに変なことしちゃった。昔ペッパーランチで、従業員がお客さん強姦しちゃって、大変な騒ぎになりましたよね。あれでもう大損失被ったと思うんですよ。まあそれをいきなりステーキで復活したんですけど、いきなりステーキも今ちょっと調子悪いですよね。はい。まあそういうことです。あとそのバイトテロみたいなやつありますよね。ビジネスオーナーってのは常にその他人のやることが自分のリスクになるんですよ。この E の逆さまですよね。あの、従業員だところって自分でやって失敗してもリスク全部経営者ってじゃないですか。その経営者に自分がなるわけですから、これは結構大変ですよ。
めちゃめちゃ緊張感ありますよ。ね、それはあの従業員でいるうちは失敗しても大丈夫だし、まあ、最悪偉くなれなくても知らないんですよ。だけど経営者は失敗したら全部自分のせいだしね。はい。ね、でしかもその自分のせいになって、責任ほぼまあ無限責任みたいな感じですから、一応まあ有限責任ですけど、まあでも世間的にはほぼ無限責任で、破産する可能性がありますよね。たくさん儲かるかもしれないけどマイナスになる可能性もある、ね、で E っていうのはそんな儲かんないけどマイナスになる可能性はほとんどないですよ。はい。まあ、前回の私の注意でね、言ったように、金持ち父さん、貧乏父さんの教えをね、ちゃんと守って、負債を買わないようにしてれば、まあ、そんなにひどいマイナスになることはないです。基本的にはちょっとずつプラスになっていくのがいいですよね。これに対して、B ね、ビジネスオーナーの人は、これ、マイナスになる危険性があります。でも、マイナスになるリスクを取ってるから、プラスになるリターンも取れるわけですよ。常にね、リスク&リターンですよね。まあ、これが B なんです。ビジネスオーナーです。で、一番上の I ね、これ、投資家。インベスターですけれども、インベスターというのはですね、お金がお金を生む人です。はい。例えばレストランの経営をしたいなと思ったとするじゃないですか、私がね。で、私が全然ノウハウはないと。だけどもし私が愛でね、もう例えばもう前澤さんみたいに資産1000億と持ってたら、おっしゃ、じゃあ10億円あげるから誰かそのレストランの経営者雇ってきてくんないと。で、そいつに、じゃあお前成功したら成功報酬でこれなと、なで、失敗したら2年でクビな、みたいな感じで、こう、ディールして、はい、やって、ってやらせて。で、そいつに金払ったら残り全部自分の儲けにできるわけですよね。これいいですよね。お金がお金を生むみたいなね。ただし、これは、もう完全自己責任です。そのレストランが食中毒出した時にはもう土下座しなきゃいけねえし、もうお金も全部返ってきません。誰も保証してくれません。だから、1000億ぐらい持ってる人が10億円ぐらい遊びでやるにはいいですけれども、ね、100万円しか持ってない人が何千万円も借金してやったら、これ大変なことになります。だから FX とかね、ね、それからその株の信用取引とかやったら大変でしょ。お金がない人がめっちゃレバレッジかけてやると、もう身ぐるみ剥がされる可能性があるということで、これもまさにリスク&リターンということなんです。はい。で、まあ、皆さんどれになりたいですかっていう話ですよね。で、私はね、子供の頃からね、働かないで暮らしていくにはどうすればいいんだろうとか思ったんで、愛を目指してるんですけどね。はい。どこまで階段登れたかな、これまあ自分で評価することじゃなくて周りの人が決めることだと思うんですけど、まあとりあえず私も E から始めました。ノウハウゼロですからね。まずは銀行員で、向いてなくてすぐ変えました。で、これはやっぱりそのね、時間有限ですからね。はい。だからまあ変えて、でまあ塾の仕事だったら結構水にあって、あ、月額課金の仕事って面白いなーっていうところから、まあポンポンポンと転化してきて、まあこの辺で詳しい話はですね、ジョネ・トラダムスの微妙な長期計画というですね、オーディオブックがありますので、これをぜひ聞いていただきたいなと思います。これはね、実は八重洲イブニングラボでしか売ってないんですよね。で、確か2月15日ぐらいでね、配信停止になっちゃいますので、聞きたい人はですね、ぜひプレミアム会員になって聞いてください。プレミアム会員になるとタダで聞けますので、はい、そういうのをやってます。もちろんちょっと宣伝ですけど、1回ダウンロードしたら永久に聞けますからね。はい。だから2月だけ入ってもらって、あとやめてもいいですよ。これだけのために入ってもらっても全然構いません。他のコンテンツもダウンロードできますので、はい、ぜひ聞きたい人は聞いてほしいんですけど、まあそういう ESBI というね、このね、キャッシュフロークワドラントの特徴を捉えて、一体自分がどこに行きたいのかっていうふうにね、考えるのがすごい大事なんですね。で、それプラス、前回お話しした、負債と資産の話ね。この二つを組み合わせれば、まあ少なくとも貧乏になることはないんじゃないかなと、私は思うんですけどね。その辺どうでしょうね。で、ちなみにね、この話を個人レベルから自治体レベルに拡大すると、地方創生の話になります。前回言いませんでしたけど、金持ち自治体、貧乏自治体って考えてください。はい。ね、これでちなみに私、全国で講演してますので、もし講演のオファーある方はぜひ呼んでくださいね。金持ち自治体、貧乏自治体っていうので、ね、講演しますよ。まあ、わかるでしょ？金持ち自治体っていうのは資産持ってるんですよ。貧乏自治体は負債持ってるんですよ。まあ、自治体が持ってる負債のことをね、別名、墓標と言います。いわゆる制定十字料ですね。はい。補助金たくさん入れて作ったんですけど、維持費でアップアップみたいなね、あれですよ。買うときはだからキャンペーンでね、なんかもう金利はジャパンネットが、やべ、言っちゃった。金利は〇〇が負担しますみたいな感じで、まあ、ジャパンネットで買うぐらいのやつだったら大したことないんですけど、まあ、金利はなんか負担しますとか、仲介手数料無料とかでドーンってやっちゃうんですけど、問題は維持費なんですよね。維持費が意外と変わるんですよ。高いものはね、維持費が高い。高い車は維持費が高いの、補足となってね。で、これでやられちゃうんですよね。で、自治体っていうのはやっぱ元々いっぱい持ってるわけですから、物をね。ポジション的にはもうインベスターなんですよ。ビジネスオーナーですらないのね。インベスターの自治体って。でもね、なんかね、ビジネスオーナー志向なのかな、どっちかっていうと。だから何でも自分でやるでしょ？例えば、まあ、キャンプ場みたいなの経営してみたりとかさ、なんか、保養施設とかさ、自治体だったってうまくいくわけないじゃん。その場所とか土地持ってんだから、民間に貸して、家賃取って、
ね、とりあえず貸せばいいんですよ。で貸してそいつらが成功したら、ね、所得税、法人税、ね、巻き上げられるし、従業員から所得税、利用者から消費税巻き上げられるわけでしょ。でしょ、非常に効率いい投資じゃないですか。だから2年ぐらいとりあえず貸して、ね、で利益がこれぐらいいったらずっと貸し続けるけど、ダメだったらお前らクビなみたいな感じでインベスターポジションでやればいいんです。でしかも元々持ってるものいっぱいありますから、土地とかね、ほぼ損失ゼロなんですよ、貸すだけですから。だからその投資資金も貸すやつ持ち出して建物まで建てさせてやるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、実際それやってる自治体あるんですけどね、岩手県の柴町なんてすごい有名なとこでそういうのやってる自治体あるんですけど、もう成功してることところも数えるほどしかないですね。はい、木下仁さんっていう人がね、それのまあ地方創生の、いろんな講演やって、いろいろね勉強会とかもやってますけど、木下さんの本とかもねぜひ読んでください。稼ぐ地方が、地方活性化するみたいなね、そういうタイトルの本いっぱいありますし、完全復活マニュアルみたいなのもね書かれてるんで、木下さんの本すごい面白いです。僕も結構読んでますけど、まあ、それで見てくらいは分かる通りにやっぱね、稼げねえやつはねいくらね補助金入れてもダメなんですよね、残念ですけどね。まあだからそういうことで、その自治体の人はちょっとマインドセットを変えてですね、ビジネスオーナーとかね、もしくはその自営業みたいな発想じゃなくて、あなた方はもうすでにインベスターなんですと、ね、投資家なんですと。で、有給資産がいっぱいあるから、それをどう活用するかってことですよ。もうマイナスないわけだから、どうせ。非常にまあ優位なね、立場で投資できる状況にあるのに、なんでこれを生かさないのかなと。で、結構生かしてうまくいってるとかあるんですよ。結構っていうのは数えるほどですけどね。うまいとかあるんですよ。私もこれこういう事例も含めて講演して回ってるんですけれども、まあ、もしねそういう話を聞きたい人はね、ぜひに私にオファーいただければ講演のオファーもじゃあここ書いておこうかな。はい、まあ八重洲イブニングラボ連絡してもらえれば、八重洲イブニングラボの事務局に連絡してもらえれば講演大丈夫なんで、はい、まあまあそんな感じでやってますので、まあ自治体レベルでもそれから個人レベルでもね、まあこの金持ち父さんの教え実践すればね、世の中変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。あとはこれでね、マクロ経済政策の後押しがあればいいんですけどね。果たしてこのね、新型肺炎騒動で補正予算が出るかどうか、もうこの辺はね、八重洲イブニングラボでずっとウォッチしてますので、まあ、ご関心ある方はぜひ来ていただければなと思います。まあ今度ね、まあ、新型肺炎のこといつも最後に言ってますけど、皆さんね、外出から帰ったら手洗いうがいね、外出するときはマスクにメガネ必ず忘れずに、行ってください。皆さん方がその免疫力を持つことがですね、この国を守ることにつながるので、まずは自分がうつされない、ね、人にうつさない、ね、うつしそうな危ないリスクね持ってる人、身近にいたら、例えばマスクしてないとか手洗わない人もいたら、もう厳重注意するということで、普段の防疫体制ですね、疫病を防ぐ体制っていうのはこの日本の、国防の礎になると思うんでね、ぜひ皆さん頑張っていただいて、まあ、まずはね、でもね、免疫力つけるには体力つけなきゃいけないですから、ファイトフィット渋谷来た方がいいんじゃないかな多分ファイトフィット渋谷来た方がいいと思うんですけどね、まあ、詳しくはこの説明欄をお読みいただいてですね、ぜひファイトフィット渋谷にもお出かけいただければというふうに思っております。ということで、情熱司の、ニュースのトラバー、これにて終了します。ガ